明けましておめでとうございます。こいちゃんパラダイス競馬予想でございます。まあ土曜日ですけれども金牌があるんでね、ちょっと予想していこうかなと。あとウィンファイブまであるのでね、皆さん年末どうやったでしょうか。私はホープフル有馬負けて、実は東京大賞典ね2点で取ってるんですよ。 2,3 着の裏返し1着後手、ただそこまでにもう金がなくてね、ホープフルの日にね、メインで取り消しなどがあって急に買い目を変えてボロボロになりましたんで、まあちょっとだけ帰ってきたので金牌やろうかなって感じでございます。京都金牌、中山金牌、勝負馬上げて最後にウィンファイブやりたいと思います。じゃあ京都金牌から、まず本命馬17番フリームファクシー、東京大賞典の勢いそのままに優雅ちゃんを本命にしたいと思います。優雅ちゃんです。まあ実はね、この馬はこれ距離短縮プラスに出るんじゃないかなと思っております。まあこれはもうめちゃくちゃ強い世代の馬なんで、距離短縮までプラスに出れば、勝負になるんじゃないかなと思っております。相手は同じ世代11番セッション、これ坂井流星ジョッキーでシルバーステートですね。こちら、これも馬もいいしジョッキーもいいし、やっぱりこの世代はね強いのと勢いが違いますからね、セッションとフリームファクシーからもうお金があんまりないので3連プクで、相手4番ドゥードジボン、これイスラボニータ3区の連勝馬でダノンタッチダウン、これも4歳馬です。はい、強い馬ですよね。ただカナロアなんで今の時期でマイルどうかなというところで相手にしてます。タイムトゥヘブン、これもカナロアとキストゥヘブンの両決馬、これ末脚すごいんでね、これミユキジョッキーの乗り換わりでもうちょっと早めに運べれば下手したら届くんじゃないかなという怖さもあります。で相手13番マテンローリオン、これも強い馬ですね、説明いらないかな。14番アルナシーム、モーリスの馬です、これも強いですね。15番ドーブネ、これも V 候補と言っていいでしょう。で18番アベラーレ、これルメートルジョッキー、ルメールじゃなくてルメートルなんでね、ただちょっとねジョッキー外国人ジョッキーがどのぐらい日本に対応できるかがわからないんで、その辺も様子見、あと正月挟んでるのであの馬体重チェックしてください。ここねプラス20キロ近くの馬がね、昔は、最近はね厩舎しっかりしてるから減りましたけど、昔めちゃくちゃ多かったんでめっちゃ取りやすいレースやったりしたんですけど、一応馬体重チェックしつつ私の意見を全部鵜呑みにせず、参考にしてください。17、11から4、5、7、13、14、15、18、はい、こちらで勝負します。じゃあ中山金牌の方行きましょうか。本命馬11番ゴールデンハインド、これも4歳馬、このレベルのね高い4歳牝馬の方でございます。これもえげつない世代のね馬ですから、牝馬の方が強いのかなって言われてる世代の牝馬でありながら、フローラステークスガチの馬でございます。力通りね、ちょっと休養明けなんでこれもちょっと馬体重チェックですけど、しっかりした馬体重10キロプラ10ぐらいできたらいいんじゃないでしょうか。相手クリノプレミアム、これはもうね中山はオルフェーブル3区だ、ステイゴールド系めちゃくちゃ強いですね。前走そんなに動いてない調教の中で外外回されての12着やったんで、今回はもうちょっと勝負になると思います。こっちは荒れるかなと思ってるんで、まあクリノプレミアムを対抗にしてる時点で、11番6番から3連複総流しで勝負したいと思います。それでは勝負馬行きましょう。勝負馬ちょっと減らしますね。ダート何でもかんでもっていうわけにはいかないんで、いた場合だけあげます。中山1レース3歳未勝利ダート 1200m、 9番サナダ、これカリフォルニアクロームの馬ですね、馬格もあるボーバ、このね主馬は皆さん見てて分かるように3戦目ぐらいから走り出すことが非常に多いんですけど、新馬戦から2着来てるんで今回はもっと上昇するだろうと考えております。京都7レース、4番ダークモード、これダークエンジェルの馬、ダート 1800m 一勝クラスなんですけど、
これ未勝利戦非常に強いまくり競馬で上がり最速で勝ってるんですけど、この2戦連続ね、最初から、スタート直後にもう揉まれてしまってちょっとやる気をなくしてるんで、今回もいい枠に入ってるんで、ゆうすけがねうまいことさばいてくれれば普通に勝てる力はあると思います。やる気を出させる、 やる気をなくさせないかというところがね多分大事やと思います。京都8レース9番、龍、これヘニーヒューズのダート 1200m 4歳以上2勝クラスですね。この馬前走ね番手から、いい競馬をねしているので、結構番手からか逃げる時がねやっぱりこの馬強いんですけど、おそらく隣のね同枠の福の若葉か大外の豊さんの馬がまあ前を取るんで、多分 2,3 番手で競馬をするので、今回、勝負できると思っております。中山最終4歳以上2勝クラスダート 1800m 3番アイアム一流、これはね菅原ジョッキー枠ですね、2枠ね、この馬中山0412、まあ、勝ってはないけど中山後者と言えるんじゃないでしょうか。アイアム神の孫、これもね両決馬ですよね。でいつもいい上がりを見せながら届かず競馬が多いんですよねこの馬ね。今回ねジョッキーも前走乗っているので、で4着なので、もうちょっとこの馬の脚質をね考えれたら全然馬券には絡める力のある馬だと思っております。最後はここから大穴行ったろうかなって感じです。じゃあ最後にウィン5行きましょうか。ウィン5はね正直ちょっと難しいんで、皆さんも絞って遊ぶぐらいでいいんじゃないかなと。っていうのもメイン2つが難しすぎるのでね、勝ち馬当てるのは、中山9レース大正レース1レース目芸春ステークス芝 2200m、 もう全レースもっと買いたいけどちょっと絞っていきますね。序盤は1番ビューティーウェイ、これジャスタウェイの牝馬ですね。前走10番人気で急に走り出したんですよね、上がり2番目34秒1で4分の3馬身差3着。ただ牝馬は好調も不調も持続するので、これ好調持続させたら勝ってもおかしくないなというところでこの馬入れます。で6番ダニーデン、これが圧倒的人気で戸崎ジョッキーというところもあるんですけれども、普通に行けばこの馬でしょうね。中山9レーサー1と6 2頭で行きます。そして大正レース2レース目京都万葉ステークス、これオープンですね。こちらは8番プリムドールゴールドシップの牝馬、牝馬で、長距離っていうのはね実はあんまり私やらないんですけど、ただ戦績を見るともうこの馬の方が他の人気馬よりねクラス成績を見ても圧倒的というところで、ここはもう1もう負けたらしょうがないね1頭でいきたいと思います。もう1頭買うならっていう馬が実はいるんですけど、もうあえて言いません、1頭です。大正レース3レース目ジュニアカップリステッド競争、こちらは1番キャプテン C、 これもね海外のジョッキーがどこまでっていうところもありますけども、アドマイヤリードの子ですね、だから中山でステイゴールド系母側がで父もモーリス、多分この馬強いと思います。3番ポッドテオ、これジャンポケの馬どこでも走りますし、前走上がり最速のこのクラス2着、これはもう次普通にねこのクラスじゃない1勝クラスですけど、次この馬が勝ち上がるんじゃないか、2勝馬がね、言った地方馬以外はいないんで2勝馬に一番近い馬というところでこの馬入れておきます。8番シンドリームシン、これアルビアノのね馬ですね、これも上がり最速で勝っているけど力がわからない、田辺ジョッキー任せのところもありますが、非常に難しいレースです。1、3、8、ここは3頭でいきます。そして対象レース4ですね、4つ目が京都金杯、ここはねもう5いきます。11番セッション、まあ、先ほど言いましたね、4歳馬、14番アルナシーム、これはねちょっと馬角小さいんですけど前走これ強いんでねリステッド買ってしもうてるんで入れます。15番ドーブネ、これもねリステッド連勝というね3連勝これね金牌 G3 であるかなというところで入れてます。
17番もちろんフリームファクシーで、18番アベラーレ、これもアルビアノのねドゥラメンテの馬なんで、ルメートル、ルメール大外強いけどルメートルもかいみたいなことになるんじゃないかなとちょっと思っております。最後中山金杯、こちらはまあ皆さんご存知の中山芝 2000m 内回り、G3 でございます。4番エピファニー、これも外国人のジョッキーが乗ってまたねいい味を出せるかなっていうのと、中山はやっぱり4番6番ってめちゃくちゃいい枠なんでね、ただ対抗に入れたクリノプレミアムはウィン5には入れておりません。 2,3 着に来たらいいなというところなんで、9番サクラトゥジュール、これ強いですよね、戦績見てもすごい足で突っ込んでくるので、もうだいぶ中山はねうちもやられてるでしょうから、外差し決まり出すんじゃないかなと思っております。10番マテンローレオ、これね58.5 なんですけど力的にはこれですよね、普通に考えれば。で本命馬にもしてます、11番ゴールデンハインド、これも強いですよね。おそらくこの世代の牝馬はやっぱりこの世代の4歳牝馬は強いなってみんな言うんじゃないかなと思っております。中山金杯は4、9、10、11、4頭、こちらでウィン5はちょっとやりすぎずですね、一発取ったら多めにかけれるんですけど、まあ金杯、勝負馬、ウィン5全部当たればごっついだろうなというところで勝負します。さあ皆さんも来年やられたっていう人の方が私の周りは圧倒的に多いですが、まあ私もやられたんですけれども、今年はやりすぎずにしっかりね三連複ワイド生まれんも駆使して、久しぶりにプラス奪還できるように戦っていこうと思ってますので、今年も1年皆さんよろしくお願いいたします。照れちゃう。カンテリ楽屋からお届けしました、ペロンチョです。